みなさんこんにちは、しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はじゃん、修学旅行の準備パート3を撮っていきたいと思いますということで、今回はね、ハッキングしたのを詰める動画でございますね。前回その100均で買ったものを紹介しまして、で前々回はパジャマを紹介したんですけど、今回はね、パッキングをしてちょっとパッキングするっていう。パッキングをしてパッキングをするの、はいでもね、机の上に入れるものは用意したんで、あと詰めるだけです。大変でした昨日も。皆さんもう夜遅くまで頑張りました。疲れたね。疲れた、ね、この用意をするだけですごい疲れました。はいはっきり言って、なんか全部に名前を書くとか、なんかそういうのが大変でしたね。大変でしたね。ねえ、シール引っ張り出して、あ、はい、洋服決めるの大変だった。そう、何気に洋服ああでもないこうでもないって言って一番時間かかりましたね。はいはい、ということで早速入れていきたいと思いまーす。はーい、私が修学旅行で使う、活動するときに使う、なんからお泊まりセット以外のもの、行動するときに使える、ね、そうそう、こっちのちっちゃいこの黒いリュック、これ100均で買ったんですけど、このリュックに入れて持ってきます。で、軽く中身を紹介します。まず雨具、この傘とカッパ。なんと雨ですね初日。そうなんです、初日雨予報でマジだるい。 100% だそうです今のところ。だるだるい女、雨男いるなこれはいるわこれは、ね、で、あとあのなんだっけこれ、エコーバッグじゃなくてエチケット袋すごいエチケット袋だねこれエコバッグじゃないじゃんエチケット袋、はい、ちゃんと名前も書いてあります。はい、しほって、はい、もうシール貼る場所は適当です。はい、疲れてたんでちょっと雑になっちゃいます。分かればいいのに、ね、分かれば。あとポーチ、これはティッシュとかハンカチとか除菌シートが入ってます。でね、あのね、ティッシュね、あとゴムか、紙ゴムとティッシュ3バッグ入れました。足りるよね3バッグで。ちょっと心配なんですけど、とりあえず3バッグ、うん、いや心配ならあっちにも入れて、そう、ちょっと予備でもう何バッグか入れていこうかなと思います。以上です。しーちゃんティッシュいっぱい使ったのね。私ティッシュ何気に使って、3バッグで足りるか心配なんだよね。もうちょっと入れていこうかなと思います。よし、次もポーチでして、こちら、まあこれも見た通り財布、お財布ちゃん、お財布ちゃんと、あとこれがもう正真正銘のエゴバッグ、ちゃんと名前もついてエゴバッグ、体温計、今の時期必須ですよね、まあコロナ禍必須、うん、あとゴミ袋とかの袋2枚と、あ、まじで3枚と、あとこれが薬ですね、酔い止め一応持ってきます。なんかなんとか坂っていうのがあって、すごい酔いやすいらしいので持ってきます。ね、山道だからね、日光ってね、うん、ぐるぐる回るんだよらしいですよね。そこがね、突っ込んでるとね、ちょっとね、辛い。あ、4枚だったゴミ袋、すいませんすごい持ってくね、ゴミあるに越したことはないかなと思って、ね、けどやっぱり道が混んでると、あの帰り4時半下校、5時かな下校なんだけど、うん、道が混んでるとやっぱりどんどん遅くなっちゃうからって言ってて、ね、前回っていうか去年の6年生も、うん、1時間ぐらいオーバーしちゃったらしくて、道が混んでて、そうなんだ、だからいつ帰ってこれるかわからないっていうね帰り真っ暗かもしれないね。そう、もう5時で真っ暗なので、真っ暗確定ですね、うん、あと筆記用具、家の名前つけました、シホーって筆記用具、これはあの CEで買ったあの魚の筆箱ですね、超かわいい。でこの魚の筆箱にはあのもらい物ですね、ほぼもらい物の今回入れました。鉛筆と定規とペン、ちゃんとね学校で使う時になったらそれはそれでまた筆箱紹介として紹介しましょう、はい、あと筆消しゴム
そんな消しゴム大丈夫？超可愛くない？ねえ、消えるん？その消しゴム大丈夫です。はい、これを持っていきます。まあ、多分使わないんで、ほぼ筆箱なんて。そうなの？多分。いや、使うでしょ。バッチリ引き用具って書いてあったよ。使わないで。使うよ。大丈夫ですね。以上でございます。はい、まあ、あと当日水筒だね。水筒ですね。はい、水筒はちょっと今入れると腐っちゃうんでやめときます。以上です。で、こっからはこっちのね、もうザ・お泊まりの大きいリュックをに詰めていきたいと思います。こっちはまだ詰めてないんでね、今から詰めます。オープン。で、なんかこれセットでなんかこういうのが付いてたんですけど、あんま入れないよね。あ、タオルでも入れとくか。バスタオルとか入れとく。あ、そうだね。で、まずこの付いてたなんかナップザック的なやつにタオル類を入れます。ダンブ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 。そう、これちゃんとタオル一枚一枚に名前書かないといけなくて、そこがもう辛かったですね。確実に、切実に、切実って言ってる。確実とは違う。切実に。ママも手伝ったじゃん。ありがとう。気持ち悪い。ありがとう。誰だ。誰ですか、その子は。本当に変な人出てきたわ。ありがとう。やめて、全国放送よこれ。全国に流れますけどいいんですかね。ママ、ありがとう。いや、その辺でやめとけ。やめとくわ、やめとくわ、ちょっと希望。自分でやってたと思うもん。希望だよ、やばいよ。やば。できました、完成。これで修学旅行行きたいと思います。タオルだけ持って、タオルだけ持って。ということで、タオル完成しました。で、入れますか。入れます。なんか思ったより荷物大きいよね。それな、それな。今日おかしいよ、大丈夫かな。で、これ2日目の服ですね。2日目の服、はい、入れます。ちゃんとズボンにしました。えらいでしょ、褒めて。で、次にこれはパジャマとか下着とか全部丸々入れたやつです。お風呂セットで。お風呂セット見ます？超頑張ったんです。あれ入ってない。入った入った。だらーん、見てください、これ超頑張りました。あれ、あ、これね、セリアで買ったやつ。そうそう、頑張って入れました。で、あとスキンケアは今日の夜も使うんでまだ入れてないんですけど、当日このポーチに入れてね、これに入れてスキンケアも持っていけたらなと思います。スキンケアは今日も使うんで、まだ入れられないんですよ。忘れないようにしたいなと思います。パジャマと下着とかそのルイルイ入れます。お風呂セット、そうですね。え、もう半分埋まったんだが。で、さらにバスタオル入れます。あ、もう4分の3は埋まった。でも、もうあとはちょっとじゃない。もうどんどん、あとなんだ、あと歯ブラシとか。歯ブラシ横に入れるか。歯ブラシここに入れます。歯ブラシ、あ、ここって言っても分かんないか。もうちょっと、歯ブラシここの、ここに入れます。ちょうどいいくぼみがあったので、ここに入れます。で、あと袋、ゴミ袋じゃないや、濡れたもの入れます。濡れたもの入れる袋に一応2枚をここに入れますね。じゃあここに、ここのポケットに入れて、あと雑巾。なんかね、絵を描くんだよね。そう、絵描くらしい。だから筆もいるじゃん。筆忘れてるよ。もうナイス。筆を入れてください。筆じゃないわ。あとこのマスク5枚6枚7枚ぐらい入れます。マスクさ、半分あっちにしといた方がいいかもね。はい、そうですね、うん、もういっぱいポチ袋に入れます。はい、ということで、あと予備じゃないわ、2日目のハンカチ
あとティッシュもじゃあまた。そうですね、ティッシュも追加で入れておきます。 OK ですね。そんなもん、うん、あ、じゃあ余裕じゃない。片方何も入ってないわ。こっちの片方何も入ってないわ。鼻、そこもから OK ですね。OK、結構余裕でした。まあお土産とかね、帰りは食えるだろうからね。そうだね、余裕が一番だよ。うん、かわいい、このリュック、このリュックめっちゃかわいいんですよ。 Amazon で買ったんですけど、皆さん詐欺には気をつけてください。でかくて、あー、かわいいリュック、めっちゃかわいくない？これめっちゃかわいいんですよ、ほんとかわいくて。ピンク好きだよね、ほんとに。ピンク好きにはたまらん商品でございます。ぜひ買ってみてください。私とお揃いです。ということで以上ですね。こんな感じで2つのリュックを決めました。私が見えない。このバッグは別々に持ってくの？え、うん、なんか、え、行きはどうするの？両方背負っていく。あ、両方背負うの？うん、前に、うん、そう、後ろと前に背負っていこうかなと思ってる。で、バスにこれを預けてこっちで行く、探検みたいな行く感じだから。なるほど。そう、バスまでは両方背負わないといけない。なるほど。 OK？ OK。 うん、ということでね、以上、修学旅行の準備バード3でした。顔が見えないんですけど、すいません。ということでね、あとはもう楽しむだけなんで、もう楽しんでいきたいと思います。お土産楽しみにしててね。さーて、何を買ってくるんでしょうかね。日光ですね。4000円分なんですけど、お小遣い、うんうん、さあ何を買うでしょうか、私は。ということでね、パート3でした。はーい、バイバーイ。楽しんできてね。楽しんでくるわ。